注目。ゆっくりしていってね。さて、今回はマスコミ問題なので私が解説していくぜ。今回のその後ってどういうこと？これな、実は過去動画のマスコミの行いが注目された年と TBS 不二家捏造報道問題と、この動画本来は全部一つの流れの中で起きていることなんだぜ。要するに TBS 不二家捏造報道問題動画はマスコミの行いが注目された年のパート2で、今回の動画はパート3に該当するわけだ。そんなに色々あったってこと？そうだぜ。何せこの年はマスコミ不信問題の第二次転換期になった年だからな。第二次、第一次って紹介したっけ？したぜ。マスコミ不信の大転換期って動画あっただろ。あれで紹介した伝突現象がそれだぜ。なるほどね。そんなわけで本編へ行くぜ。で、今回の前編なんだが、この年に代償合わせて50件以上発覚した TBS の不祥事について、その中で特に悪質な事例を紹介していくぜ。他のテレビ局や新聞社の事例は後編な。50件以上、あくまで公的に発覚した事例で、このありさまだと実際にはもっとあっただろうけどな。凄まじい数ね。普通の企業なら倒産確実よね。そしてこの件でテレビ業界ってのがいかにとんでもない組織なのかってことがわかったんだぜ。で、この書き込み捏造事件って何？この件を説明するためには、2006年の大晦日に TBS で放映された K1 プレミアムダイナマイトでの桜庭和志対秋山義弘の試合を説明しないといけないな。何があったの？要点を説明するとな、秋山選手が試合中にタックル回避のために全身にスキンクリームを塗ってな。そのことに気づいた桜庭選手が、すっごい滑るよ。って抗議したんだが、それが審判によって無視されて負けてしまったって事件だぜ。その件で秋山選手や TBS、K1 の運営が猛抗議を受けて、結果秋山選手は失格、審判も処分され、スポンサー降板ってところまで行って、以後秋山選手は、ぬる山、とか、ぬるぬる秋山、と呼ばれるようになったって事件だな。その時に TBS が何かやったってこと？まあこれはこれで問題なんだが、本題は2007年の3月に TBS が放送したヒーローズ2007開幕戦、だぜ。記事にもあるように、この時桜庭選手の紹介映像で2チャンネルっぽい、デザインの掲示板が映し出されて、桜庭選手が、ファンと共に築き上げてきた戦いの歴史に泥を塗られた、というナレーションと共に、昔は桜庭に夢中だったのにな。もう一度、夢を見させてほしいな。秋山もひどいけど、そろそろ桜庭も試合がつまらなくなったね。桜庭さん、がっかりです。メイン失格、という書き込み内容が紹介されたんだぜ。なんで桜庭選手が叩かれてるの？問題を起こしたのは秋山選手でしょ。そう、なんかおかしかったんだぜ。そもそも当時桜庭選手をネット上でバッシングしている人なんてほとんどいなかった上に、掲示板デフォルトハンドルネームが通販さんアット賛成です、となっていたんだが、そもそも当時2チャンネルにも2チャンネル風掲示板にもそんなネームのところは存在しなかったんだぜ。で、当時2チャンネルにはこんな疑惑まとめが書かれていたんだぜ。これ、もしかして TBS による捏造じゃないの？もしかしなくても明らかに捏造だぜ。そもそも、当時この問題のまとめウィキまでできて TBS と秋山選手、K1 の疑惑が追及されていた最中にこれだからな、当時 TBS が双方バッシングされていた、ということにして火消しをしようとしたんじゃないかと噂されていたな。しかもだ、TBS はこの件を追及されると。要するに、実際のファンの声の書き込みをもとに、掲示板風にして再現した。と言い訳したんだが、さっきも言ったように当時のネット上の論調としてそれはありえない上に、検索しても類似する書き込みすら発見できなかったからな。どう見ても捏造だぜ。呆れた。これバレないとでも思ったの？検索すれば誰でも実在を確認できるのに。本人たちはバレないと思ったんじゃないか。で、不二家の件の最中だったこともあってな、TBS の信用は不二家の件に注目していなかった人たちの間でも地に落ちたんだぜ。
ちなみにな、当時この件は珍しく NHK でも少しだけニュースになったぜ。NHK が、ほんと珍しいわね。この当時 NHK って世界遺産を紹介する TBS の番組と被る番組を放送してちょっと対立しててな、それが関係しているんじゃないかと言われていたな。次は TBS のサンデージャポンによるやらせインタビュー事件だぜ。やらせインタビューって？ TBS から依頼された出演者が、さも無作為に街頭インタビューを受けたかのように装って、局側の台本通りのコメントをしたって事例だな。それ、要するに世間の声を捏造したってことでしょ。とんでもないわね。問題のインタビュー映像はこれだぜ。2006年12月に、同年10月に秋葉原でメイドが襲われた事件での、もう処刑です、処刑、という発言。2007年2月の、果たして柳沢大臣は辞任するべきなのか。我々は街行く人たちに聞いてみた、での。そうですよね、やっぱりね、やっぱりやめてもらった方がいいと思いますね。僕は、やめてほしいですね。やめるべきじゃないかな。うははは、という発言。2007年4月の、カゴ愛喫煙で解雇。というタイトルでの、なんでやっちゃったのかなって。本当に、1回目で本当に、更生してほしかった。という発言。後時期が曖昧だが、マイクロソフト Windows Vista 発売、ホワイトカラーエグゼンプション問題でもインタビューを受けているな。これもすごいわね。こんな短期間に同一人物を4回も使って、それでバレないとでも思っていたのかしら。さらに問題なのがな。この件に関して TBS は3回目以降は取材日を伝えてインタビューを行った、としていたんだが、この件を週刊誌のフラッシュが追跡取材してインタビューを受けた専門学校生を特定して取材をしたら、1回目メイドの件以降は TBS のディレクターから依頼を受けたって証言していたんだぜ。つまり、1回目の秋葉原のメイドが襲撃された事件の件のみがこの人の実際の言葉、で、以降は TBS の台本通りに喋っていただけなのに、2回目も偶然でした、と嘘を言っていたのね。フラッシュが調べたのはそれだけじゃないぜ。この件で TBS に問い合わせると、担当者が再度担当者に確認したところ、記憶は曖昧で、1回目の取材後連絡先を聞いていた可能性も否定できない、と曖昧な返事をしていたんだが、実はフラッシュの問い合わせの前日までに TBS 側からこの専門学校生に調査したいという連絡があってな。フラッシュが聞いていたことと同じことを全部 TBS 側は把握していたそうなんだぜ。呆れた。要するにやらせの事実関係を事前に全部把握していたのに、フラッシュの取材に対してさもまだ何もわかっていないかのようにしらばっくれていたのね。そう。この件は単なるやらせ事件じゃなくてな、問題を起こした後に TBS が嘘に嘘を重ねていた上に、その件を批判する新聞社もテレビ局も存在しなかったって事件なんだぜ。こんなことを他の企業や政治家がしたら、それこそマスコミは大バッシングするでしょうに、ほんと同僚にはとことん甘いのね。それでだ、この件、これだけだと思うか。え、このありさまでまだ何かやってるの？J キャストってネットメディアが不二家の件で TBS を徹底追及していたって前に動画にしたよな。ああ、あったわね。かなりとんでもない事件なのに、既存のテレビ局や新聞社は無視し続けて、続報が一番豊富だったのがネットメディアの J キャストだったのよね。実はな、今回のやらせの件でも J キャストは TBS を追及していたんだがな、それに対して TBS は、記事にもあるように、そちらには対応しないことに決めましたので、一切お答えしません、と堂々と取材拒否をして何も答えていないんだぜ。相変わらずほんと傲慢ね。他の業界がこんな対応をしたらそれこそ大バッシングするでしょうに。まああれだ、こんなんだからテレビ局や新聞社は信用を失っていったんだぜ。マスコミ業界限定、でこんなことがまかり通っているわけだからな。まさに、自業自得、ってやつだな。で、最後は石川遼盗聴未遂事件だぜ。石川遼選手って、史上最年少でプロゴルフツアーに優勝して、2007年当時マスコミから、ハニカミ王子、とかのニックネームで呼ばれて人気だった人よね。そうだぜ。で、当時石川選手に対する報道が過熱していてな、いろいろ問題になっていて報道自粛を求める声が上がっていたんだが、そんな中で TBS がやらかしたんだぜ。記事にもあるように、
石川選手と同組でプレイする広田選手の自宅に電話をかけて、石川くんの声を取るためにピンマイクをつけて、こちらが想定する質問をしてほしい。謝礼も払います、と言ったそうなんだ。で、広田選手が激怒して事実関係を公表したと。うわぁ？これ人としてどうなの？普通こんなこと依頼する。しかも日本ゴルフ協会のプロフィールによると、この人19歳の頃からこの当時で20年以上ゴルフやってる大ベテランじゃない。失礼すぎてありえないわね。むちゃくちゃだろ。どういう人生送ってきたら、こちらが想定する質問をしてほしい。謝礼も払います、とか平然と要求できるんだろうな。しかもこれ、今回紹介した事例や藤谷の件で追及されている最中に起きているわけでしょ。そうだぜ。しかもだ、問題はこれだけじゃなくて、広田選手に登頂を断られると。今度は関東ゴルフ連盟の加藤事務局長に、キャディバッグを運ぶカートにこれをセットしてほしい、と言って。スタート直前にマイクを手渡してきて、当然断られたそうなんだぜ。は。この人たち何してるの？さらにだ、試合中に TBS のイブニング5が、主催者に無断でゴルフ場上空にヘリを飛ばして、石川選手のプレイ中に機体を急接近させたそうだぜ。ねえマリサ。なんだ？ TBS って、もしかして石川選手のこと嫌いなの？まあ、旗から見たらそうも見えるよな。でもな、今回の件はかなり特殊な事例にしても、テレビ局や新聞社が取材相手のことを人格ある人間、と思っていない取材をするなんてよくあることなんだぜ。そういう業界、だからな。ああ、そういえば、以前の動画でも日本テレビが新潟の被災地の避難所に盗聴マイクを仕掛けようとしたって事件があったわね。河川業界で競争も批判もない上に、新聞社とも株の持ち合いによるクロスオーナーシップでべったりという状況だから、何をしても許されると思い込んでいるんだぜ。ちなみに TBS と毎日は資本関係こそないものの、役員の相互派遣などをしていてべったりだぜ。なんかもう、ほんと問題は起きるべくして起きているようなものよね。こうして2007年という年は、藤谷捏造報道問題から始まって TBS のとんでもなさが次々と発覚し、マスコミ業界の異常さが判明するという、非常に象徴的な年となったんだぜ。でもこれ、この年に発覚した TBS の不祥事のほんの一部な上に、他のテレビ局や新聞社の起こした不祥事がまだ次回にあるのよね。そうだぜ。この年にどれだけマスコミへの信用が落ちたかよくわかるだろ。ネットを通じて大々的に広まったってのもあるんでしょうね。そうだな。この頃からマスコミの不祥事のまとめも次々と登場したしな。そんなわけで今回の本編はここで終わるぜ。ご視聴ありがとうございました。お疲れ。そういえば、次回の更新についてお知らせがあるんだって。そうそう、次回の更新なんですが、どうも15日の更新は諸事情で無理そうなので、おそらく16日の日曜日に更新となります。またサボりか。サボりじゃないし、いろいろ用事があるだけだし。まあ、サボりでも用事でもなんでもいいけど、次回更新は日曜日ってことでいいのね。サボりじゃないし。そんなわけで今回はここで終わるぜ。また来週。